さあ、続いてのコーナーは、なんだっけ、こちらね、ソフラ広場通信。ということでね、こちらソフラ広場 LINE やってる方、 LINE オープンチャットソフラ広場、ね、だいぶ最近ね、部活っていうのを始めましてね、盛り上がっておりますのでね、ぜひね、まだ入られてない方で LINE やってる方、ぜひね参加していただければと思っております。廊下で風さんバケツ持って参上じゃなくていいから、その積極的に行くとこじゃないのよ、廊下は罰にならないでしょって。そういう会場、違う違う、そこ配信を見る会場じゃないね。現在ソフラ広場、ね、メンバーさん89名ありがとうございます。この前ね90まで行ったんだけどね、1人減ってしまいました。残念、悲しいお知らせですけどね、ぜひね、100名にしたいなと思っておりましてね、せっかくなんで、ね、友達100人できるかなっていうね歌があったと思うんですけどね、100人あと11人ね、なんとかしてね増やしたいなと。なんでね、このね、まあ部活、ちなみに部活ね、この前、作ったやつがアイス部、さっきねちょっと話しましたけど失礼、アイス部、それから競馬部、乗馬部、それから生き物係ってね、ペット部ね、それからメシテログルメ部っていう、今ね 1,2,3,4,5 5個部活やってます。なんでねちょっとね、それで各ね部活でちょっとね、いろんなそのテーマでね、お話していただいておりますけどね。そう、ちょっと前にねこの広場をちょっとねこうやってテコ入れしてね、いやいやソフト競馬なのになんでこんなね競馬と関係ないお話してるんだいってね、アイスとかね生き物が、まあこれは動物、まあ、飯テロもあんま関係ないけどさ、アイス部は部員300人目指してます。まあまあありがたいですよね、300人いればね。でまずは100人ね目指したいなと思って、なんでこの広場をねやってるかっていうことなんですけど、ちょっとね言ってなかったですけど、改めてね今年の冬のコミケはちょっとあんま考えてないですけど、あそうだ、コミケ部忘れてたね、そうごめんなさい、コミケ部もあります、ごめんなさい。でも6個ね、でなぜやってるかっていうのはちょっとね言っておくと、改めて思い出したんですけど、私の好きな言葉でね、ハッピーピープルメイクハッピーホース、ハッピーピープルメイクハッピーホースね、いう言葉がございましてね、藤沢さんが言ってたというか、まあ誰かが言ってて、藤沢さんもねこの言葉が好きだみたいなこと言ってたんですよね。あ、いい言葉だなと思ってね、幸せな人たちが幸せな馬を作るっていうねことですよ。つまり人がこれね幸せ楽しくしてないと、馬が幸せだって楽しくならないんですよ、ね、だからこのソフラ広場って、まず人たちがね、みんながね楽しくね、していこうかなっていうのがあってね、こうソフラ広場っていうね、まあソフト競馬つながりっていうね、ちょっとすごいニッチなつながりではあるんですけど、まあ、そんなとこでもみんな楽しくね、そう幸せな人たちが、そうなんですよ、まずは人がね幸せじゃない、で今度また幸せな馬がいると、今度人も幸せになれるっていうね、この永久ループに入るわけなんですよ。はい、なのでね、まずはね、そう人が楽しく幸せになろうっていうところからこれねやってますのでね、ぜひそういった意味でもね、ソフラ広場この部活も楽しんでいただければなと思っておりますよ。でこの部活今ねやってるんですけど、その今 1,2,3,4 コミケ部の 6ね、うん、で、ちょっと待ってね、冬コミはねちょっと今のところ考えてない、だってあれさ30日31日でしょ、
大晦日でしょ。ちょっと大晦日私がちょっと出れないんじゃないかなっていうのがあるんで、ちょっとごめんなさい、今んとこ考えてないんですけど、ただこういうなんかイベントごとにはちょっとね、ちょいちょいせっかくね、あのコミケ部っていうのを作ったんでね、そういうのもちょっとどんどん考えてはいきたいとは思っておりますよ。で今回のコミケはまあ後でも言いますけど、そのね初めてということでね、どんなもんかっていうところですよね。ハッピーターンはハッピーホース作る、まあ作るかもしれないね。ハッピーパウダーがそのハッピーホースにどう影響するかっていうところがねあると思うんですけど、ご当地グルメスイーツ部、スイーツ部はね作りたいなと思って、アイス部とかぶっちゃうからね、アイス部スイーツ部、アイスとスイーツを一緒にしていいものか、それか飯テログルメ部の方にスイーツが入ってきていいものか、その辺はちょっとね、検討が必要なのかなと思っております。であとね、もう一個作りたいのが、これこの後ね、作りたい、夏アイス以降はスイーツ、あ、なるほどね、一緒でいいのかなこれ。でも冬もアイス食べるでしょ結構冬もアイス食べちゃうからね、うん、で今後作ろうと今思っているのが、ソフラのイラスト写真部っていうのね、私イラスト好きなんでね、うん、ぜひあの皆さんのイラストをボンボンこうね出してもらって、写真とかもねかっこいい写真とかね、そうそう、コミケに絞らなくてもそうなんですよ、デザフェスとか なんかね、ソフザップ部は作る、あ、ソフザップ部か、それもいいね。なんかあのなんだそのね、現ダイエットとかっていうのはね、みんなで報告するだけで痩せていくよっていうね、この西野さんが言ってたね、金婚西野さんがね言ってたんでね、それもあるとね、みんな痩せたい人はそれでいいかもしれない。ちょっとやってみますか。あんまり部活増やすぎるとこのさ LINE のさ通知がうるさく全部私入ってるんで、すごいもうすいっぱいね、まあそれいいんだけどさ、何、こたつで雪見だ、そうなんだよね、こたつで雪見大福食べるのね、人の方じゃないよ、雪見アイスの方のね、雪見大福食べるのがいい。道民は冬の方がアイス、あ、そうなんだ、フェスでもいいならイベント積極さん、うん、そうね、イラ部、うん、そうそう、イラスト部ね、イラストとか写真とかね、皆さんの作品をどんどんね上げていただきたいと思っておりますんで、それからですね、ちょっとここでちょっとあのソフラ広場にね入ってる方、限定になってしまうんですけど、ちょっとねあのご相談というかね、うん、あってね、あのこの前ソフラ広場のどこだっけ、グルメじゃない、アイス部か、アイス部かなんかの方でね、遠足の話が盛り上がってね、北海道遠足行きましょうみたいなね話があったんですけどね、これは私もねいいな、ぜひねそのソフラ遠足みたいにしたいなと思うんだけどね、どういう風にしたらいいのかがちょっとわからなくてですね、うん、これどうやってやったらいいの、ツアーとかつけちゃうとまずダメなんでね、まずね、一般の人がツアーとかって名付けちゃダメみたいな、なんかそういう話は知ってるんだけど、どうやだからみんなでこう集まって、みんなで同じ、まあ新幹線なり飛行機なり乗ってみたいな、うん、っていう感じなの、アイス食べに行くの遠足、あのね現地集合現地解散でいいのか、それなら気軽ですねでもそれ遠足になる、あ、だ集まってどっかにみんなで移動して、で解散すればいいのか、うん、遠足だから現地集合して向かう、あ、そういうことね、だからいいのか、じゃあ北海道集合して、万栄見て、牧場どっか見て、アイス食べて、レンタカーだな北海道だとだからそんな何人かで移動できないんだよね、まとめてバスみたいな、マイクロバスみたいな、まあ、そんなに人数いないかもしれないですけどね北海道集合、北海道集合ですよね、北海道旅行だったらね、北海道遠足だったらね、そうね、現地集合現地解散ならできるね、うん、
何日間の日程、まあそれ、まあ、いや長くても1泊2日とかじゃないの、みんな忙しいから。牧場巡り用のタクシー、あ、そうなんだ。牧場巡りしながらアイス食べまくる。紋別でジンギスカン食べて、あ、なるほどね。万栄オルタさん気軽に行け、そうね。でさ、そのまあ、ちょっと話がまたちょっとずれちゃうんだけど、その万栄もし行くとしたらね、うん、せっかくなんでこのソフラ広場、まあ、ソフラの、まあ、ソフト競馬絡みでこの協賛レースとかねするのもたいいのかなってね、協賛レース組んでその日にみんなで行くみたいな、ね、口取りの写真も撮れるみたいなね、うん、万栄と牧場結構、ね、そうだよね北海道舐めちゃいかんってなるよね。遠足どころか四国から四国からね、帯広のね、まあ、万栄なら万栄だけになっちゃうのかな。あの辺でも万栄の近く何もないもんね。何もないって言ったら失礼だけど、あのそれ言っちゃダメだよね、そういうこと。あの帯広の近くの豚丼とかね、北海道日帰りでジャックス弾丸かい、オーストラリア、2日は厳しい、馬に乗れると言い張る代表のモンキー、早足感それ面白いか、それ協賛レースね。まあ協賛レースは別にその遠足関係なしに、とりあえず協賛レースはここにいてもできるから、それはちょっと考えたいね。各地方競馬の協賛をするっていうのもまあ面白いかも。バンバで機種復帰、それはないです、はい。馬乗りみたい。一泊二日はこれまでのコメントに見る限り厳しそう。北海道でかい、そうだね。じゃあまずは近場でちょっとやってみるっていうのはね、いいかもしれないですね。関東で、うん、豚丼は競馬場でも美味しい。あ、そっか、ここまでアイス部で話してた。なるほど、紋別の方が行きやすい。アデレードは日帰り無理だと思う。万栄だと牧場巡りのグルメ3泊4日でもきつい、うん、羽生翼あたり、まあそうなるよねそうなるよね。ただ遠足じゃなくなっちゃうのよ、あの羽生翼つむぎさんに集合してね、そこで馬乗って遊びましょう。遠足じゃないかなってなっちゃう。どっか行くっていうのがないからね、まあ、ただのバーベキューとかになっちゃうね。日高周辺だけなら2日でもなんとか。あ、なるほどね。バーベキュー、アイス食べ歩き、高崎の競馬場前バス停、あ、あるね。ホースメス、ああなるほどね、なるほど、そういうのもいいかもしれないですね。ちょっとその辺の案とかですね、どんな風にしたらいいとかね、案があれば、案とかアイディア一緒か、あればあのソフラ広場の方に投げていただいてね、ちょっとなんか話が詰まっていけばいいななんて思っております。神奈川県に競走馬育成があるって、神奈川県にあるの育成牧場、知らないですよ。万栄の協賛レース同時視聴、あ、なるほどね、協賛レースやって同時視聴、あ、それは面白いね、うん、どこで何で同時、あ、そのそれこそ LINE のソフラ広場でね、声出しながら見るってのは面白いかもしれないですね。うん、そんなわけで、ソフラ広場やってます。もし入ってない方は、こちら、ね、LINE で、この QR コードに、ね、パシャリすればね、いけるみたいなんでね。厚木にあるんだ。メルボルン行きで途中で俺まだオーストラリア行こうとしてんの、吉地さんはいいから、弾丸で行かなくていいからね。秋にはやりたい、秋ね、まあ季節的に秋とかね、春とかいいですね。さあそんなわけで、一個ね、そのさっきの質問がね、このソフラ広場関係で来てるので、
ご紹介させていただきます。ソフラー広場関連の質問はこちらです。こちら質問です。よろしくお願いします。代表の LINE コメントを読みました。さすが機種だっただけはあると思いました。その経験を生かして馬券は買わないのですか。経験から大穴を当ててソフト競馬の馬たちに年金プレゼントができるかもと思いました。あ、違う、消しちゃった。ということでね、このそのね、ソフラの競馬部の方で、ちょっとね、いろんな、なんていうの、今度のレースがみたいな話があってね、その中でなんか先着のやつ、そう先着のコメントっていうのがあってね、新潟の先着の代表がちょっと、距離が長いかもみたいなよくわからないんですけどっていうね、ごめん。ただですね、私は実はその新潟の先着で、乗ったことありますけど、まあ、ちょっと自慢になってしまうんですけどね、このクラチャメコちゃんと一緒にね、この、乗ったというね、はい、ことがありますよっていうことでね。ただ唯一これ中央競馬乗ったことあるの唯一この先着だけっていうね広いコースをぐるっと回りたかったなっていうのはあるんですけどね。うん、でということでね、まあ、先着は乗ったことあるんで、そのことに関して、なんだっけ、あれ、ちょっと待って、ごめんなさい、これであるよっていう話だよね。で、そう、これね、先着って難しいですかみたいなね、質問をいただいた。で、まあ、答えとしては、まあ、今どの辺走ってるか分かりづらいという難しさがあったかなっていうね。まあ、ずっとまっすぐなんでね、コーナーが、一応なんかね、ハロン棒みたいなのあるのよね。右の方にね、右っていう、まあ、外ラチの方にね。たださ、そんな余裕ないしさ、初めて中央乗って舞い上がってる上にさ、周り、で、追走手一杯の馬だったんでさ、周り見てる余裕ないです。まあ、ただ、ね、余裕ある人は多少ペース配分が必要なんで、その辺慣れが必要なんじゃないのっていうことでコメントしたんですよね。まあ、先着慣れしてる騎手の方がやっぱり有利かなっていうね、ことは話したんですが、まあ、そういうのを見て、まあ、その経験を生かして、馬券は買わないですかってことね。うん、で、馬券はね、基本的に買わないんですよ、私は。いや、買った方がいいんですよね、競馬的にはね。現役馬への、足しというかね、まあ、年金じゃないけどね、馬たちのね、お手当て的な感じでね、買ってあげるといいかな。競馬場が潤うからね、そうすると馬たちの環境も良くなるっていうことで、馬への投資だと思って馬券買うっていうのは本当はいいんだけど、それで当てて、ソフトゲーマーの年金プレゼントはできるかもっていうことなんだ。ただ基本的に馬券買ってもね、当たんないんですよ予想、ね、してもあんま当たらないので、ちょっとあんまりだから真剣に予想したことはないんだけど、なんかあんまり当たるっていうイメージだから、買うとしても副賞とかワイドね、予想してもやっぱりね、固くいかないとダメ。三連単とかはあんま当たんないから、当たった時は大きいけど、その当たるまでにお金使うからね、結局マイナスになっちゃうから。だから、そうやってるうちにお金を減らすんだったら、それをもうそのまま直でソフト競馬にね、使った方がいいなっていう。基本的にね、75% ですからね、75% 回収率 75% でトントンっていうことでしょ、計算的には。計算上はね、代表の場合とそうなんだよ、代表の場合とそうなんですよね。だから基本的に馬券って儲からないのよ。いや、あ
当たったとしてもその時はまあ増えるけど、トータルでいくと 75% になるわけだから、あの確率的にね、うん、だからあの1回目で初めて買って3連単ボーンって当たってやめましただったらいいんだけど、そういうわけにいかないからね、うん、ね、そんなわけでね、あのいやそれ楽しむのはいいよね、その楽しい馬券買って楽しいっていうのはあるから、きりまるさんということでね、いらっしゃいませ、廊下に立ってなさい、応援台、そうそう応援台なんですよ、応援台としてやるのは逆にやった方がいいよね、競馬場潤った方がいい、賞金上がった方がいいね、本当はね、あの競馬好きなら馬券は買った方がいいの、ただそのお金がないし、そのお金があるんだったら、僕的にはもうソフト競馬とかに費やしたいということなんでね、うん、だ余裕ある方はどんどんこう馬券買っていただきたいんですよね、はい、ということでね、ご理解いただけた、合点していただけたでしょうか、でね、解決、うん、最初当てちゃうと沼にドポン儲からない、まあね、やり方あんのかもしれないですけど、なんかね、うまいやり方がね、うん、なんかで全部買えばいいんでしょ、全部なんかあるよね、なんか儲かってた人いたよね、何億っていうね、なんかやる方はあんのかもしれないですけどね、あ、ビギナーズラックね、そうね、沼に引っ張られるためのねやつね、はい、ということで、そんなわけでね、ソフラ広場、盛り上がっております。この後もね、ソフラ遠足のことを考えてみたりね、ソフライラスト部とかね、写真部作ってみたいと思いますので、ぜひね、まだ入ってない方は、こちら、ご参加いただければ嬉しいです。でも無料なんでね、無料なんで、ぜひお願いいたします。ということで、馬の推し活みたいな会、あ、そうですね。税金の計算が大変。何？一昨年の東北優勝目の前で3連単来た時は何か変なし、どんな汁が出た？どっからどんな汁が出た？ソフト競馬の予想すら当たらない。ソフト競馬の予想は難しいから。あの、じゃんけんで誰が勝つみたいな。10人のじゃんけん誰が勝つみたいなね。そういう、あれだからね。あの過去のデータとかさ、あんまり関係なくなって、棋士の経験を生かしてのみ やればもう、いやいや、やんないから、うん、そういう儲け方はダメです、ね、正当な1点100円掛けを死守して保険に参る、ああいいね、棋士の推し活、ああそれいいですね、